お前ののの同時接続数の成長速度何そのデータ「心電図付きバイオハザード7」2日目同時視聴者数5000人を超えるこれが去年の3月だって去年の3月21日に初めて5000人を超えたらしい5000人ってすげえな初めて俺が YouTube 活動をちゃんと始めたのが 1>, 1月なのね。去年の。ちょうど今1年半ぐらい。チャンネルを開設したのは多分3月とかだけど、今2年ぐらい経ってるだろうけど、去年の1月ぐらいからポケモンセンター封鎖のお知らせで、ポッキーかなんかが YouTube でミラーしてて、だったら俺がミラーするわって言って、やったのが多分、きっかけぐらい。<laughs> 3月21日に同説5000人を超える。 4月16日に1万人を超える。うんこちゃんの PUBG2。8ヶ月。俺この期間のこと覚えてるわ。2017年の俺この期間の自分の気持ち鮮明に覚えてる。あの、やっぱ1万人って壁あるなってずーっと考えながらやってたわ。ここ。すごい壁があった。なんか、 大きく減りもせずに大きく増えもせずみたいな感じだったと思うでなんかそうで,線でポケセンでポンってちょっとポンってちょっと超えたんだよポンって超えたのねでこっからまた俺ちょっと壁があった気がするんだよな <laughs> で,もでもその子な,ないか1万3000人を超える8か月後 で、その5日後に1万5千人を超える。で、その一月後、今年の1月、同時視聴者数2万人を超えたんだって。決して諦めない、ツボジ g ファイナル。で、その1ヶ月後、2万1千人を超える。なんでここで刻むの <laughs> 刻むねえ。同時視聴者数2万1千人を超える。劇場版ポケモンセンターマジで封鎖お知らせ。でもこれ、ニコ生でも同時配信してたから、一概にどうだって。でも、いやらしい話。 俺3万人は超えるなと思ってたのね。自分の今の感じで、YouTube でちょっと跳ねる企画やったら3万人超えるなと思ってたの、正直。自分の感覚的には。このポケセンぐらいの時。で、その時に、 その今年の目標を勝手に自分で決めてたんだけど、去年の中で。俺今年絶対どうせ2万人出してやると思ってたの。で、それが1月21日の中で、ポーンって言ったから考えを改めたの。なんか、だったらもっと高い目標を立てようとなって、3万人っていう目標を立てたのね個人的に。で、俺今でも覚えてる。パワーフェスで、俺、ちょっと今日人いっぱい集めてみたいなと思って、パワーフェスやったんだよ。で、 そしたら結構みんな見てくれて、やらしい話だけど。で、この時ね、2万5千人ぐらい集まってくれたのね。で、うわ、よかったなぁと思って。で、その1週間後事件が起きるの。モコウと、俺パープルやったんだよ。と、えー、これ今だから明かす。俺の真実。これ一月前ぐらいか。いや、2週間前か。モコウとやったのね。で、 マジでモコでやったので人がブワーって集まって1時間ぐらいで2万5千人ぐらいバーとて集まったんだよ。 で、その時俺思ったの。えー、このまま3万人超えたくねえと思ってルーター蹴っ飛ばしたんだ俺。わざとなんか一回さ、不自然なタイミングでさ、放送止まったタイミングなかった。えー、俺このままモコとのコラボで3万人超えるの絶対嫌だと思ってわざとでル,ルーター蹴っ飛ばして放送止めたのね。で、人数調整をしたの。<laughs> そこで <laughs>。ずっと止まれと思って。バーンっつって蹴っ飛ばしたのね。で、止めたの放送を。 そんで、まあ、自分の中で自信あったから、絶対頑張れば3万人超えるぞって思ってたから、嫌だと思ったら俺、<laughs> もう今日とのコラボで超えるの絶対嫌だと思って、でこれ、これは別に何も狙ってなかった。普通に金値時きやりて、普通に金値時きやりてと思ったら、パーンって3万人超えたよって言われて、なんかやっぱ放送って、あの、思った通りにはいかないんだなって思った。 全然考えてなかった。ってか放送終わるまで気づかなかった。メールがいっぱい来てて、うんこちゃん、同時視聴者数3万人超えたみたいですよってメールが来て、あ、そうなんだって。それで気づいたわ。全然だから狙って出したとかじゃないんだ。たまたま行った。たまたま。日曜日だったみたいな、木曜の時の視聴者数ぐらい見ようか、ちょっと。 これ俺意図的に配信か一回切ってるからここだとここ,このなんかこの辺でやばいなと思ってバチンって切ったんだよねあ違うかなんか俺この辺で配信バチンって切ったんだよ見えてる中穴 <laughs> があるわけや 俺の放送には <laughs> 中罠がちょっと待ってな思い通りにいかねえんだよ思い通りにいかねえってことは適当にやるのが一番なんだよ結局。